容体はどう？やっと少し落ち着いたみたい。よく眠ってるわ。ソフィ。アスベル、言いにくいことなんだけど、ソフィは私たち人間とは違う存在なんじゃないかな。パスカル、今の様子だって人間じゃ考えられない反応だよ。だから、ソフィが人間だろうとなかろうと苦しんでいるのは事実だ。諦めようっていう話なら俺は聞かない。ううん、むしろその逆だよ。ねえみんな、私が H の蔵で話したこと覚えてる？私たちがいるところとは別にフォドラというところがあって、そこからプロトス・ヘイスが来たって話。プロトス・ヘイスはバルキネス・クリアスを狙っていたラムダという存在を阻止したとも言っていたな。もしリチャードの言う通りソフィーがプロトス・ヘイスだったら可能性が一つあるの。ソフィーをホドラへ連れていくんだよ。術も薬も効かないとなると残る手段はそれしかないかもしれないよ。もちろん確証はないよ。リチャードが本当のことを言ったとは限らないからね。だいたいあの記録にあった出来事って気が遠くなるくらい昔のことのはずだし、必ず良くなる保証はないけど、フォドラを目指すのも可能性の一つじゃないかな。そのフォドラへはどうやって行けばいいんだ？俺はソフィーをこのまま放っておくことはできない。今度は俺が何としてもソフィーを救わないと。だから頼む、俺をフォドラへ行かせてくれ。何としてもソフィーを治してやりたいんだ。俺をではなく俺たちではありませんか？おそらくここにいる全員が同じ考えだと思いますよ。みんな本当にいいのか？何を今更だよ、アスベル。ありがとう、みんな。みんなフォドラへ向かおう。俺たちの大切な仲間であるソフィーを助けるために。はい。ああ、それにフォドラへ行くことでリチャード陛下の乱心の理由が判明するかもしれんしな。それはどういう？リチャードがラムダという存在と何か関係があるかもしれないんだよ。リチャードがラムダと？その辺の調査もできる限りしないとね。いろいろと分かることはありそうだし、そういう意味でも私たちがフォドラへ向かう意味はあると思うよ。よし、まずはもう一度 H の蔵かな。フォドラへの行き方を調べないと。パスカル姉様、こちらでしたか。船長さんから姉様たちの一大事と聞いてババ様と駆けつけてまいりました。ババ様は総統閣下と今後のことについて話し合われました。ペンデルは我々に全面協力してくれるそうです。里にある H の蔵では、今のお前に必要な情報はこれ以上入手できんじゃろ。今お前が向かうべきなのは失われたもう一つの蔵じゃ。そんなところがあったの？かつてアンマルチア族の里は今とは別の場所にあった。そこから立ち去るときに全ての内容を持ち出せず封印して残してきたのじゃ。その場所ってどこ？ストラタ国内にあるセイブルイゾレという名の町じゃ。セイブルイゾレか。ここからだと行くのは少々面倒かもしれない。フェンデルとストラタの間に直行便は就航していない。国交がないからな。それならご安心ください。ババ様が総統閣下に船を出していただけるようお願いしてくださいました。船はいつでも出せるそうです。準備ができたら港へ向かってください。それは助かります。ありがとうございます。ソフィーさんのことは皆さんがお帰りになるまでこちらでちゃんと見ていますから。ありがとう、ポワソン。待っていてくれ、ソフィー。必ず元に戻してみせるからな。
パスカルの言う通り、あれじゃまるで。アスベル、考えていることは分かってるわ。でも私たちにとってソフィーはソフィーじゃない。え？どんな事実、どんな現実を突きつけられようとも、私はソフィーを知れたのが嬉しい。だって大切な人を知ることができるのは嬉しいことでしょ。そうだよな。アイスとは一緒にいろいろな経験をしてたくさんの思い出があるんだ。俺たちはソフィーを守るだけだよな。私はずっとそういう風に言ってるわ。シェリアは優しいんだな。な、何よそれ、意味がわからない。宿で寝ていなくちゃダメでしょ。皆さんのところへ連れて行けと言って聞かなくて。私も行く。みんな私のことなのに、なのに寝てなんていられない。それに寝ていてもよくならないんでしょ。だったらみんなと一緒がいい。足手まといにはならないようにするから、お願い、そばにいさせて。ソフィー、わかった。だけど無理はするなよ。ありがとう、アスベル。これは総統閣下からお預かりしてきたストラタ大統領への親書です。フェンデルは長年ウィンドルやストラタと険悪な関係にありましたが、今は互いに協力するべきだと、その旨大統領閣下によろしくお伝え願いたいそうです。わかりました、お預かりします。セイブルイゾレに近いのはオルレイユ港です。目指すならそこでしょう。フェンデルの船が入港すると騒ぎになるかもしれませんが、その時は僕が話をつけます。フェンデルからストラタへ直接船で行く日が来るのは想像もできなかった。パスカル姉様、それとこの通信機を。この鳥みたいなのを飛ばして伝言をやり取りするんだね。こちらで何か分かったらすぐご連絡します。ではストラタへ向けて出発だ。
ソフィー、大丈夫？歩けるか？うん。ごめんね、アスベル。シェリア、海、よく見えないけど潮の匂いがする。アスベルが小さい頃も一緒に乗ったよね。ああ、オートへ行く時だったな。あの時アスベル言ってたよね。いつかみんなで旅をしようって。アスベルの夢叶ったね。私の記憶は取り戻せてないけど、私もみんなといられて嬉しいよ。ソフィー、もう休んだ方が。大丈夫。空も海もみんな青い。このまま見えなくなっちゃうのかな。海だけじゃなくて、アスベルやシェリアの顔も見えなくなっても忘れない。シェリアの素敵な髪のことや、アスベルの優しい笑顔のこと、思い出すだけで優しい気持ちになれるから。だから平気だよ、ソフィー。大丈夫だ、ソフィー。必ず良くなるから。みんなと違っても。どういう意味だ？うん、なんでもないよ。なんかすっかり犯罪者扱いだね。フェンデル船籍の船が堂々と入港すればこうなるのに当然の反応でしょう。あなたはオズウェル少佐。失礼いたしました。おい、この方たちを解放しろ。グズグズするな。申し訳ありません、少佐。知らぬこととはいえ、なんたる無礼を。構いません。説明もなしにいきなり現れたのは我々の方ですから。ところで、大統領閣下はどちらにいらっしゃいますか？孤島の状態に関して見てきた者から報告を聞きたいとこちらへ向かわれています。途中でセーブルイゾレにお寄りになると先ほど伝令が届きました。それはちょうどよかった。総統閣下にいただいた親書を手渡しすることができます。行き違いにならないよう急いでセーブルイゾレへ向かいましょう。